塩尻駅。塩尻駅は、長野県塩尻市大門八番町にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東海旅客鉄道、JR 東海、日本貨物鉄道、JR 貨物の駅である。東京名古屋の二つの都市圏を結ぶ、中央本線を所属線とし、当駅を起点として、長野県の二大都市である長野、松本方面への篠ノ井線が接続する。 要所となる駅である。また、中央本線は、緑湖駅経由の本線と辰野駅経由の支線が分岐しており、合計4方向へ路線が伸びるターミナル駅となっている。1987年、昭和62年の日本国有鉄道、国鉄の分割民営開港、中央本線の旅客営業において和東駅が、 JR 東日本と JR 東海の境界駅となっており、東駅より東、東京側の本線と辰野駅経由の市を呼び、篠ノ井線は JR 東日本が、西、名古屋側は JR 東海が管轄している。中央本線のうち JR 東日本の管轄部分を中央東線、JR 東海の管轄部分を中央再線、中央左線と呼び区別することがある。 東線、西線の故障は国鉄時代からある。当駅施設は JR 東日本が所有、管理しており、JR 東日本、JR 東海の管理協会点は中央西線の第一条内信号機のところに示されている。また四方向とも JR 貨物が第二種鉄道事業者として貨物営業を行っている。特急列車は一部を除く。 アズサとすべての品野が停車する。普通列車は中央東線、本線、中央西線それぞれから来る列車のほとんどが、品野井線を通じて松本駅まで乗り入れているのに、対、中央東線、中央西線を当駅でまたぐ定期列車は存在せず、運行系統が完全に分断されている。中央本線のつの経由の支線、急線を含めた、 東駅伊藤と篠ノ井線松本駅までが東京近郊区間となり、東京近郊区間の駅では最も西に位置する。中央本線あたり駅中津川駅間や立つの、経由の支線では交通系、IC カードを利用できない。島式ホーム3面6線を有する地上駅で、京上駅舎を持つ、直営駅、駅長配置であり、管理駅として、中央本線緑子駅、 辰野市線セン駅を野駅間、篠ノ井線広岡駅を管理している。駅舎内には、緑の窓口、営業時間6時21時40分、指定席券売機、自動券売機、エレベーター、改札内外が設置されている。2005年、平成17年12月19日には、自動改札機が設置された。待合室、ホーム上には、キオスク、売店、 ニューデイズ立ち食いそばがある。改札の外とホームにトイレが設置されている。三番線、四番線ホームを除く。多目的トイレは改札外にある。三番線、四番線ホームには一駅一名物として、塩尻特産のブドウ、メルロー種の木作があり、地元の人々が管理している。秋には収穫も行われる。かつては、 中央東線よりに駅施設が置かれていたが、1982年、昭和57年5月17日に現在位置となる、篠ノ井線側に移転して、中央本線は当駅でスイッチバックする線形となった。旧本線も連絡線として存置され、デルタ線を形成している。駅施設の移転後、塩尻駅をまたいで、中央東線と中央西線を、 直通運転した営業列車は臨時急行、立品、1986年7月19.20日に名古屋駅小淵沢駅間で運転と臨時特急、あずさ基礎号、201年9月8.95.16日に東京駅上松駅間で運転、臨時特急、基礎あずさ号、 2017年7月1.2日8月26.27日9月9.10日に新宿駅渚駅間で運転臨時特急スワシナ号2017年7月8.9日9月23.24日に名古屋駅地の駅間で運転だけであるこの両路線を結ぶ連絡線は塩尻駅の東京名古屋寄りにあるため直通運転するには 以下のいずれかの方法以外ではできない。なお、塩尻駅で方向転換をして、中央東線、中央再線の直通運転をする場合は、全方向に対応している四番線を使用する必要がある。一点前は、島式にメイン四線、ホーム間にある中線を含めれば五線であるが、番号には数えられていなかったを有する地上駅で、中央本線の東京方面。 中央東線と名古屋方面、中央再線がスルーカな配線になっており、その一方で、中央再線と篠ノ井線の間を直通する列車、品野、畜間などは、スイッチバックを強いられていた、東海道新幹線開業前は、中央本線も東海道本線の回路線としての、機能を兼ねていたため、ホームは、主に1.2番線が、篠ノ井線下り、篠ノ井方面、3番線が、 中央本線上り、東京方面、四番線が中央本線下り、名古屋方面が使用していた。なお、旧駅の着発線は、通称、塩尻大門として残されており、主に貨物列車が退避するために用いられている。JR 貨物の塩尻機関区はここに接して、置かれている。旧駅跡地は、塩尻市役所から南へ、道なりに直進するとあり、駅前広場とは、 車両通行止めあるいは交通規制となっている。出店、JR 東日本、駅構内図、主に緑湖経由の中央東線は1番線、中央西線は5番線、篠ノ井線は2番線、または6番線、辰野方面は3番線に発着する。現在、JR 貨物の駅は、シャーツ貨物の臨時取扱い駅となっており、貨物列車の発着はない。 貨物設備もなく、専用線も当駅には接続していない。2000年3月まで旧駅や土地の塩尻大門から分岐し、その西側にある昭和電工塩尻事業所へ至る専用線があった。新公駅発送の酸化アルミニウム、アルミナ輸送が行われていたが、3月17日の新公駅発送をもって廃止された。 また、有害者用の貨物ホームも設置されていたが、駅移転に伴い1982年に廃止された。主な駅弁は、下記の通り、JR 東日本によると、2018年度、平成30年度の1日平均乗車人員は4297人で、ある。近年の推移は、以下の通りである。なお、この統計には、各線の乗り換え客は含まれていない。 潮尻の市街地は駅の東側に広がるが、駅は市街地からやや離れた場所に位置する。徒歩での移動は可能。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。